ブロー,ユアーカバー1000万回再生突破ナンバーアンダーライン愛の新たな伝説が誕生グローバルな人気が証明する彼らの実力「ブローユアーカバー」という楽曲が公開された時多くのファンや音楽業界の関係者たちはその独自性と魅力に引き込まれました公開からわずか数日でミリオンビューを達成し瞬く間に大ヒット作として話題となったこの MV は ついに1000万回再生を突破するという大きなマイルストーンに到達しました。この成功の背後には、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが持つ特有のカリスマ性やパフォーマンス力、そして楽曲そのものの魅力が大きく影響していることは間違いありません。ブロイアーカバーは、従来のナンバーアンダーライン愛の楽曲とは少し異なるアプローチがとられており、エレガントかつ大人の魅力を感じさせるバラードとして多くのファンの心をつかみました。 MV 自体もシンプルでありながら、非常に美的な映像美が際立っており、視覚的にも聴覚的にも楽しめる作品となっています。特に、3人のメンバーが見せる表情やダンスの動きは、まるで物語の一部を見ているかのように引き込まれるものがあります。この MV が多くのファンから絶大な支持を受けた理由の一つに、そのビジュアルと音楽の融合があります。ミニマルなセットの中で、 照明やカメラワークが巧みに使われ、メンバーそれぞれの魅力が最大限に引き出されています。特に、楽曲のクライマックスに向かうにつれて、感情が高まる様子が映像でも表現されており、視聴者に深い印象を与えます。このような映像日の背後には、監督や制作チームのこだわりが感じられ、彼らの創造性が MV 全体を通して反映されています。さらに、ブロイユアーカバーはリリースされるや否や、 SNS 上で大きな話題となり、多くのファンが自分の感想や感情を共有し始めました。Twitter や Instagram では、数多くのファンが楽曲や MV に対する熱い思いを投稿し、それがさらに他の視聴者に拡散されるという流れが生まれました。特に、日本国内外のファンからは、3人のメンバーが見せる大人っぽい魅力や、彼らのパフォーマンスに対する称賛の声が相次ぎました。とけそう 最高すぎるといったコメントが多く見られ、ファン同士のコミュニティがより強固なものとなっていったのです。このような SNS 上での反応は、楽曲の普及に大きく寄与しました。多くのファンがハッシュタグを使って祝福のメッセージを投稿し、それがトレンド入りすることで、さらに多くの人々に注目されるようになりました。ハッシュュタグ BIC アンンダーーライジムビウスや ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインブローユアーカバーおめでとうというタグが数多くの投稿で使われファンたちが一体となってこの記念すべき瞬間を祝福しましたまたファンアートや編集動画などクリエイティブな表現で楽曲への愛情を示すファンも多く見られこれらが次々とシェアされることで楽曲の人気はさらに広がりました 楽曲そのものに対する評価も非常に高く、特にその歌詞とメロディーの深みが多くのリスナーに響きました。ブロウユアーカバーは、外見や表面にとらわれず、本当の自分を見せることの大切さをテーマにしており、そのメッセージがリスナーに強く共感されました。特に、メンバーの表現力が歌詞に込められた感情を見事に伝え、ファンだけでなく音楽批評価からも高い評価を受けています。 彼らの繊細なボーカルとエモーショナルなパフォーマンスが楽曲のメッセージをさらに深いものにしています。この楽曲が1000万回再生を達成した背景にはもちろんファンの熱心なサポートがありました。毎日この MV を視聴し感想をシェアするファンたちはこの成功において欠かせない存在です。彼らの愛情と応援が楽曲の長期的な成功を支え続けました。多くのファンが 毎日見ている何度もリピートしているといったコメントを残し彼らの忠誠心と情熱がうかがえます MV の公開当初から応援し続けてきたファンにとってこの1,000万回再生という数字は自分たちの努力が実を結んだ瞬間でもありましたまたブロイヤーカバーは他のナンバーアンダーライン愛の楽曲とは一線を画す特別な一曲であるとも言えます グループとしての成長や進化を象徴するこの楽曲は彼らの音楽的な幅広さを証明するものでありこれまでの楽曲とは異なる新たな一面を見せることができました彼らはこれまでエネルギッシュなパフォーマンスやダイナミックなサウンドで知られていましたがこの楽曲ではより感情的で内省的な一面を見せることでファンに新たな驚きと感動を与えましたそしてこの1000万回再生という節目は 今後の活動にも大きな影響を与えることでしょう。ナンバーアンダーライン愛は、常にファンとの強い絆を大切にしてきたグループであり、この成功もまた、彼らとファンが一体となって築き上げたものです。彼らはこの成果をもとに、さらに多くの人々に感動を届けるための新たな挑戦を続けることでしょう。ファンたちは、次にどのような作品が生まれるのか、期待を胸に見守っています。じて ブロウヤーカバーは、楽曲の完成度やビジュアルの美しさ、そしてファンとの強い結びつきによって、1000万回再生という偉業を達成しました。この成功は、ナンバーアンダーライン愛がこれからも音楽業界において一層の注目を集め続けることを示しており、彼らの未来は非常に明るいものとなるでしょう。ファンと共に歩み続ける彼らの次なるステージに、世界中のリスナーが期待を寄せています。この ブローユアーカバーの1000万回再生という達成は、ファンやリスナーにとっても、グループにとっても特別な意味を持っています。この成功の背後には、単なる数字の達成以上に、ナンバーアンダーライン愛とファンが長い時間をかけて築き上げてきた深い信頼関係が見られます。彼らの音楽活動の中で、ファンはただの観客ではなく、共に歩む仲間であり、応援する姿勢がより一層強固なものとなっています。 この絆は他の多くのアーティストとファンの関係にも影響を与えるほど理想的な形で進化しています。特にナンバーアンダーライン愛の活動において注目すべき点は彼らが一貫してファンとのコミュニケーションを大切にしてきたことです。すいいす彼らは楽曲のリリースだけでなく SNS やインタビュー、ライブパフォーマンスを通じてファンと密接な交流を続けてきました。ファンは 自分たちの声が直接彼らに届いていてると感じ応援する喜びを感じると同時にその声が活動の一部になっているという実感を持っていますこのような双方向のコミュニケーションは楽曲の成功に大きく寄与しておりブロウユアーカバーの1000万回再生という快挙もその結果として現れていますまたこの楽曲の成功はグローバルな視点でも重要な意味を持ちます ナンバーアンダーライン愛は国内外で活動を広げており、特にこの楽曲が海外のリスナーからも高く評価されている点は注目に値します。多言語対応の字幕や SNS 上での国際的なファンとのやり取りなど、彼らのグローバル戦略が功を奏しており、この楽曲が異なる文化圏のリスナーにも受け入れられています。海外のファンからも、美しい映像美に魅了された、この楽曲が心に響いた、といった声が寄せられており、 ナンバーアンダーラインアイの音楽が国境を越えて共感を呼んでいることがわかります。このような国際的な人気は、今後のナンバーアンダーラインアイの活動にもさらなる広がりをもたらすでしょう。彼らはこれまでにも世界各地での公演やオンラインイベントを通じて、グローバルなファンベースを拡大してきました。ブロイアーカバーが1000万回再生を達成したことは、彼らが日本のみならず、世界中で確固たる地位を築きつつある証拠ともいえます。 この成功を糧に彼らがさらにどのような新しい挑戦を行うのか多くのファンが期待しています。